どうもおはようございます、ゆうへいです。さあ今日はねアルバイトです。ちょっとね久しぶりのアルバイト、しばらく休んでたんですけども、今日はまあ働くということで早起きしました。最近ねちょっとだらけてたので起きるのもね遅くなっちゃってたんですよね。9時ぐらいとかになってて、そうすると夜もね寝るのが遅くなって、なんとなく生活のリズムが悪いなと思ってたんですけども、まあバイトを入れればね、それはあの遅刻できませんのでね、ちゃんと起きるわけです。今日はね7時過ぎぐらいに起きまして、今もすでに7時半ぐらいですね。なのでこのコーヒーを飲みまして、そしたらまあ弁当を作ろうかなと思います。なんだかんだ言ってまあ外でね、あのコンビニとかでなんか買うよりは弁当をね作って持っていた方が安いんでね、弁当作ろうかなと思います。朝ごはんはね、まあ、このコーヒーのみですね。本当はちゃんと朝ごはんを食べる生活したいんですけども、ついつい面倒くさくなってコーヒーだけで済ますということが多いですね。はい、そんな感じで、それではお弁当作ってこようかなと思います。と言ってもね、大したことはやりません。このチキチキボーンをチンするだけですね。チキボン弁当にしようかなと思います。弁当完成。ご飯はね、冷凍しといたやつをチンしました。20穀米。それに海苔をね、ちょっと乗せてあります。そして、チキボンですね。チキボンをチンして、卵焼き。これボロボロになってしまいましたが、一応卵焼き。そしてプチトマト。こんな感じのお弁当です。さあ、どうもお疲れ様です。バイトからね、帰ってまいりました。おお。ここね、大阪なんですけど、めちゃめちゃ今雨で、雨の中ね、一生懸命帰ってまいりました。もう嫌っすよね、もう。雨が降っちゃうと、なんかこう、機動力落ちるというか、ずぶ濡れになる感じがね、結構嫌ですよね。それにしても僕、バイト入ったの割と久しぶりで、まあ、って言っても1ヶ月は経ってないですけども、2週間以上は経ってると思うんですが、まあやっぱバイトはいいですね。たまに入ると結構楽しい。ちゃんとね、こう働いた分だけお金が入ってくると、それがいいっすよね、アルバイトっていうのは。今僕なんやかんやこういろいろやってるんですけども、まあ、YouTube 活動もね、お金のために頑張ってるとはいえども、お金1円も入ってきてないから、なんかこうね、そのモチベーション的にもなかなか難しいところはあるんですけれどもね、まあいつかこう収益化するだろうという思いのもと一生懸命やってるんですけども、まあアルバイトはもうほんとマジでクイックに入ってくるんです。すごいですよ。今日僕一日ね、あのタイニっていうアプリでアルバイトしたんですけども、バイトが終わったらもうその場ですぐにバイト代の振り込み申請ができるんですよ。そしたらばもう10分ぐらいでね、自分の銀行に反映されるんで、めちゃめちゃなんかこう面白いですよね。働いたなという感じがします。まあ、そんなわけで今結構疲れてるんですけれども、まあね、晩ご飯を作ろうかなと思います。冷蔵庫にね小松菜があるんで、それをねなんとかしたいなと思いつつ、まだどうしようか迷っているところです。ちなみに今台所はねこんな感じで洗い物がね残ってるんですよね。これ朝弁当のために卵焼き作ったフライパン、これを洗わなければなりません。それではまずはね、小松菜をざっくり切っていきます。よいしょ。小松菜すごいですね。これ100円ぐらいで買ったと思うんですけども、こういう根っこのあたりもね食べれるんでしょうか。まあ食べれるか、せっかくなんでね焼いちゃおうと思います。さっきもちょっと言ったんですけど、僕のこの YouTube 活動ね、もうすぐね5年とかね4年とか立つ感じなんですけども、まだね収益化してないんですよね、このチャンネル。このチャンネルで言うと
もう活動始めてね、もうすぐ丸4年ぐらいになるかと思うんですよね。だけどまだその収益化はしてないんですよね。で、収益化させようと思ったらチャンネル登録者数が1000をね、超えなきゃいけないんですよ。だけど僕今現在は4年やって800人ぐらいなんですよ、チャンネル登録。まあ今1000人目指してね、頑張っているところですので、もしね、まだチャンネル登録まだの方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで、喧嘩。小松菜がね、しんなりしてきたので、肉投入。さあ、それでは片栗粉をね、水で溶いたやつ、これを投入。鶏ガラスープ。ガーリックパウダー。そして最後に卵をぶっかけて、こんな感じ、完成。じゃじゃん、晩ご飯完成。小松菜と豚肉の炒め物、そして20穀米。めちゃめちゃ適当ですが完成。それではいただきます。さあ、どんな感じこれ。小松菜と豚こまの炒め物、色合い的にはめっちゃいいんですけどね、味付け的にはどうなんでしょうか。このメインはね、この小松菜がメインです。ではいただきます。うん、うまいうまい。そんなに味は濃くないけども、おいしい。うん、シャキシャキ感がいいね。はっきりして味は薄めですけども、このままもりもりいけるような感じ。うん、これね、味付けなんですけども、ガーリックパウダーと鶏ガラスープの素だけなんですよ。それでね、結構味がつくということを最近知ったんですよ。っていうのも、前回か前々回かちょっと忘れてしまったんですけども、塩焼きそばをね、食べてる動画があるんですけども、塩焼きそばってあれね、塩使ってないんです。あれの味付けは鶏ガラスープとガーリックパウダーだけ、つまりこれと同じなんですよ。そう、それを作った時に、そのね、鶏ガラスープとガーリックパウダーだけでこんな美味しいんやということに気づいて、そしてまあ今回はね、これをやってみたという感じです。まあでも味付け的にはそのね、塩焼きそばとそんな似てるのかなという感じではあるんですよね、これ食べた感じはね。うん、だけどまあなかなか応用効きますね、鶏ガラスープとガーリックパウダーのコラボレーションはね。うん、まあまあ簡単でめちゃうまですよ。ちょっと塩味が足らんから、鶏ガラスープを増やすか、まあ塩を振りかけるかした方が、まあご飯には合うかなという感じではあります。うん、というわけで僕のね、今日という一日はどんな感じやったんでしょうか。まあね、久しぶりにバイトに行ってちゃんとね、まあお金を稼ぐことができましたというところでは、まあまあ良かったのかなと思いますね。しかしやっぱりバイトに行くとそれ以外のことがほぼほぼできないので、動画編集もね、今日は全くしてないので、まあ一応昨日ね、ショート動画1本作っといたんで、まあそれをあげるんですけども、まあそれぐらいしかできないですよね、 YouTube 活動は。まあこんな風にして撮影もできるんですけれども、まあ僕なんだかんだね、まあさっきも言ってるんですけども、 YouTube 活動結構頑張ってましてですね、なんとかね、早くチャンネル登録1000人行きたいなと思ってですね、日々頑張って動画投稿しておりますのでね、
もしよかったらね、僕の他の動画も見ていただいてね、このチャンネルの続きが気になる方はですね、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。僕ね、以前はドイツに住んでたんで、ドイツの動画を上げておりました。その後ですね、2年ぐらい前なんですけども、滋賀県の実家に戻ってね、ニートの動画を上げたりもしているので、まあ結構ね、いろんな動画上がってるかなと思うので、まあ本当にね、これ見ていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。